インダカテロールは、腸長時間作用性アドレナリンベータに、需要体作動薬の一つである、慢性閉塞性肺疾患の長期管理に用いられる、商品名オンブレス。エマに2009年11月30日に承認された。あと、FDA と厚生労働省に2011年7月1日に、承認された。 類薬のホルモテロールやサルメテロールと異なり、1日1回の吸入で用いられる。ドライパウダー吸入器に充填した形で市販されている。本剤とグリコピロニウムとの配合剤も同様に COPD の長期管理に用いられる。また、本剤とモメタゾンが配合された X ラバ合剤及び本剤、グリコピロニウムモメタゾンが配合された X ラバ ラバ合剤はいずれも気管支喘息のコントローラーとして用いられるが COPD の適用はない。慢性閉塞性肺疾患の軌道閉塞性障害に基づく諸症状の感慨添付文書に記載されている重大な副作用は重篤な血性下流無値の低下である。その他外装が5%以上に見られるほか5%未満とされる副作用は微因投炎。 頭痛、心房細動、動機、高校院頭痛、人麻疹、筋形式、抹消性不臭である。2010年3月に公表された第 3I 臨床試験の結果、COPD 患者に対するインダカテロールの有効性と安全性が確認された。この試験は、米国、ニュージーランド、ベルギーで実施され、百十六名の重症 COPD 患者に、 インダカテロールと偽薬をあり付けた。インダカテロールは、偽薬と比べて統計学的に、フェブ1及び AUC を改善し、救急薬の使用回数を低減させたが、安全性及び、忍広姿性は、偽薬と同程度であった。2010年に発表された1年間の、偽薬対象臨床試験では、1日2回のホルモテロール吸入よりも、統計学的に優位に、 フェブ1を改善することが示された。救急薬の使用回数も減少させたが、有意差はつかなかった。また、インダカテロール群とホルモテロール群で、細増悪率には差がつかなかった。2011年には、インダカテロールとチオトロピウムを12週間にわたり、比較した臨床試験の結果が、欧州呼吸器雑誌に掲載された。 その試験では療薬剤でのフェブ1改善効果に有意差は見られなかった。インダカテロールは息切れスコアのトータル並びに呼吸器 QOL スコアのトータルを大きく改善した。ありがとうございます。